ロシアの軍事ロシアソ連の防衛関連企業、ワグナーグループワグナーグループ、またはワグネルはロシアの民間軍事会社。複数の紛争にてロシア連邦政府の対外政策に沿う形で傭兵として派遣され、親、ロシア系武装勢力や外国軍と共に戦うことが多い準軍事組織だとされている。2014年クリミア危機やシリア内戦。 リビア内戦での活動で知られている。ただし、ロシア連邦大統領報道官、ドミトリー・ペスコフは、記者団に対して、ロシアには民間警備会社はあるが、民間軍事会社はないと説明している。ロシア系 PMC の先駆けで、香港に拠点を置いていたスラブ軍団に所属していた、ドミトリー・ウトキンにより創設された。五千人以上いる社員のうち二千人ほどが、戦闘要員であり、 ロシア連邦軍及び警察の出身者以外にも、チェチェンやイングーシュなどの進路派元民兵なども所属している。経営者は、ウラジーミル・プーチン大統領と、懇意な資産家、エブゲニー・プリゴジンだとされており、ロシア連邦軍が公式には介入していない状況で、特殊部隊や民兵、サイバー戦争、プロパガンダ工作などを組み合わせて展開される。 ハイブリッド戦争に従事しているとみなされている。2013年には、ウクライナ内戦で、ロシア軍が、ウクライナ領内で活動していない状況を作るため、投入され、シリア内戦において、ロシア連邦軍が直接介入する前に要因を、派遣していた。また、これらの海外での活動において、ワグナー社は、グルーより、支援、調整を受けていると言われている。 プリゴジンの活動にはロシア企業だけでなく、香港の企業も支援しているとされ、アメリカ合衆国財務省は、香港の企業にも経済制裁を行っている。また、中央アフリカ共和国での内戦で、ワグナー社を取材しようとしたジャーナリストが死亡しており、彼らが暗殺に関与した疑いがある。ありがとうございます。